花丸うどん最高の辛さのマーラーうどんの中でございます。めちゃめちゃうまそうやねんけど、めちゃめちゃ辛そう。いや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 、今日はさ、これ久しぶりに日本橋に来たんやけど、ここにな、花丸うどんさん発見して、で、別にまあ花丸うどんさん変わったことじゃないんやけども、最近私激辛にハマってるやん。これ見とれてしまって、このメニュー、まあ、これは何、四川なんちゃらうどんということで、花丸史上最高の辛さということで、小630円、中730円、大が830円ということで、こういう激辛あったんで、ちょっと緊急企画、激辛うどん食ってみよう。花丸うどん最高の辛さのマーラーうどんの中でございます。めちゃめちゃうまそうやねんけど、めちゃめちゃ辛そう。この辛子のこれが辛いかな。辛いけど、この辛子食えんぞ、これ。あの、カラカラに上がってて、カラカラに上がってて、もはやその、苦辛いっていう感じやな。でも、この色が、この色がさ、ほら、なんとも言えん感じやろ、これ。うまそうな感じやで。いただきます。今な、作ってる時に、あの、お兄さん、そんな辛くないですかって聞いたら、めちゃめちゃ辛いですよって言われてて、ビビらされてるからだ。あ、めちゃ辛い。これ、これが辛いんちゃうね。これが、このタレやろな、タラの中にな、この中華系のマーラーいうことは何、マーラー、マーラーかなんか入ってる。あー、ほら、舌がめっちゃしびれるわ。あー、マジで辛いわ。あの、普通のな、こんなんやったら失礼だけど、普通どこでもある花丸うどんさんやったら、花丸うどんさんで、あの、なんぼ最高に辛い言うたからさ、結構多くの人が利用するから、こんな辛いの出してええんかよ、これ。めっちゃ辛い、これ。僕が辛い言うのよ、結構やで。舐めてかかったわ、花丸うどんさんで、ね、こんな辛いの出てくると思わなかったわ。めっちゃ辛い、辛いよ、マジか。さっきのが可愛い。うどんはうまいんやけど、辛い、なんやこれ。まさかこんな花丸うどんさん出てくると思うんやけど、ちょい辛かな、踊ってちょい辛、ちょちょちょ辛い辛い。いった。これあれやわ、花丸うどんさんに言うといた方がいいのか、辛さ選べるようにしといた方が良かったと思うわ。辛さ一種類しかないね。あと小中大だけ選べて、辛さこれしかないから、ほんま結構辛さ強い人やったらまだええかしらんけど、僕も結構強い人やと思うね。あの、辛いけどな、これでもな、ほんま辛さ弱い人食われへんね、こんなの。ほら作ったわ。あの、もううまみもあるんやけど、脂っこいところもいて、この中華っぽいこのピリ辛、ヒリヒリくんのがたまらんわ。ほんまこれ、あの、舐めすぎ、舐めたらあかんで、めちゃんこ辛いわ。今調子乗ってな、花丸うどんさん見つけて、あ、こんな激辛あるやんって、これ食ってみようと思って、お調子乗って入ってきてん。
で見た目はまあねこの尿酸これ乗ってたから辛そうに出るかしらけど、多分こういう何ていうの、あのチェーン店でのあの大きいところ大したことないのに、大したことあるある、めっちゃ辛いよねこれ。こんなん1ビって頼んでないよだろ。なんとか完食したけど、この辛いの食えんわ、これむちゃくちゃ入ったね。さっき食べたけどカリカリに上がってパリパリに上がってめっちゃ辛い。ちょっとタレだけ、あのタレとかだしだけいただこう。ああほんま、この花丸うどんさんのマーラーうどんか、あの多分最近から発売されたよな。ほんま調子乗って頼んだらえらいことあるから、めちゃんこ辛いからな。まあ激辛好きな人は頼みはってええと思うけど、ほんまちょっと辛さに強いぐらいの人やったらやめとき、食べられんわ。僕今舌の上ヒリヒリやもん、足んないからい。あーすいません、ちょっと口直しに、あの、ちょっと見てくるわ。これ飲みに行ってまだ辛らねえか、とりあえずどっかコンビニ行って口直しに牛乳でも飲んできます。それではまた次の激辛もお楽しみに。バイバイ。